5つ子のヤギが生まれたと聞いて伺ったのが川南町の農家民泊里暮らし。あ、いた、いました、いました。あら、かわいい子ヤギたち、1,2,3,4,5匹いますね。あー、かわいい。出迎えてくれたのは白くて小さな柴ヤギの5つ子。元気に走り回ったり、むしゃむしゃ草を食べたりと、なんとも愛らしい姿を見せています。気悪いよ、やめて。5つ子を出産したのは6歳のリンです。出産前はかなり大きなお腹だったリンですが、3月24日、オス4匹メス1匹を無事出産しました。ヤギが出産するのは通常 2,3 匹で、5つ子は珍しいということです。ヤギたちの世話をしているのは農家民泊里暮らしの米山俊夫さんと妻の智子さん。5つ子が生まれた時、俊夫さんはあることを心配していました。おっぱいの数を考えると、おっぱい2個しかないんですよ。非常に大きくなるかどうか、ものすごい心配でした。俊夫さんの心配をよそに、すくすくと成長した子ヤギたち。生まれた時はおよそ2キロだった体重も、今では4キロから5キロになりました。ヤギの顔をよく見ていただくと、こう口角がこうちょっと後ろにして、いつも笑ってるような顔なんですよね。だから、ね、そういう感じでヤギを見ると、なんかこっちもニコッとして毎日暮らせるかなという感じですね。子ヤギたちは今後地元の農家などへ引き取られることになっていて、畑や斜面などの雑草を食べる草刈り係としても期待されているということです。